合コン必勝法女性編。精神科医川沢志音のカバチャンネル、今日質問をいただいております。栃木県在住のゆきさん、女性から、合コン必勝法を教えてください。合コンでロックオンした人に好印象を持たれる方法、自分の意中の人に好かれる方法を教えてくださいという話なんですけども、なかなかこうちょっと難しいことではあるんですが、心理学的に考えていくといい方法というのは非常にあるのではないかと思いますね。私も昔若い頃はですね、高校にもちょくちょく行っていたりしたので、それなりに研究をしていたんですけど、今こういうことを知っていると全然違うのになっていうのがねあります。男性はどういう女性が好きかというとですね、やっぱり自分の話している時にこちらの方を見て笑顔で楽しく聞いてくれる人が好きなんですね、基本的にね。一番嫌いな人はですね、こちらが話をしている時にそうじゃなくて何なんだよね、話を打ち切って別の話に切り替えるのが一番良くないパターンです。一番いいパターンは、その人が聞いてほしい質問をすると。質問が非常に重要なんですけども、質問だと簡単にできますよね。合コンの時にね、スポーツはどんなのが好きなんですかとか、どんな音楽聴くんですかとかですね、そういう質問をする中でまず自分との共通点を探るということですね。人間というのは共通性がある人を好きになります。ですから、例えば何か好きなミュージシャンとかですね、あるいは好きなスポーツとか共通的なものがそういう合コンの場であると、すごい話が盛り上がるっていうことを経験とあると思うんですけども、共通性を探るということが一つありますね。質問しながら特に重要なのが、例えばミュージシャンの誰々好きなんだよねって言った時、それ私も好きっていうのがとても重要なのです。これがとても重要です。なぜかというとですね、自分の好きなものを好きって言われることはですね、自分のことを好きと言われてるのと同じように人間は捉えるからです。逆に言うとですね、例えば俺ジャイアンツ大好きなんだって言った時に、私野球興味ないのって言われると、自分が好きなものを嫌いって言われるとですね、自分自身を否定されてるような感情にとらわれるんですね、人間。ですから、その人がカレーが好きって言ったら、私もカレー大好きなのっていうふうに言うと、それはあなたが好きですよっていうメッセージを送っているということになりますので、相手は非常に好感度を持ちます。だからといって、うまくいくとは限りませんけども、それによってかなり好感度を上げることができますし、心理的距離を縮めるということが可能になってきますので、相手が好きなものが好き作戦ですね。これ簡単にできると思います。嘘を言うとまた後々問題が起きると思いますので、嫌いなもの好きっていうのはね、あんまりやめた方がいいと思うんですけども、好きなものを好きって言ってその話題でさらに盛り上がるっていうのが、一気にこう心理的な距離を縮める方法としては有効で、くれぐれも相手が好きなものを嫌いとかですね、あからさまに興味がない挙動を示しますと、一気に相手の感情は冷めてしまいますので、ご注意ください。